のが IMF は2022年の韓国物価の上昇率を 5.5% として、なんと 1.5% 引き上げた。ただジンボルトも 5% は確実に維持するとは考えている。これから冬になれば原油価格も上がりそうだしな。では次を見ていこうか。特に家計利子負担が去る2019年40兆ウォンから来年70兆ウォンに急増し、内需低迷が避けられない状況だ。金券吸引は家計負債が増えた状況で、負債相当部分の基礎資産である住宅価格が下落している。都市変動金利の比重が高い状況で、金利の急速な上昇が家計負債関連のリスクをさらに高めていると指摘した。不動産価格の下落は貸し出し金利の上昇が原因。すでに 8% になると予測されている。しかも変動金利で不動産を購入した韓国人は7割以上。そして金利が上がれば利息が増えるので家計債務も増えると。ただこれによって金融危機が起こる可能性は低いという見方だ。ただ、利子負担の見解については読んでおこう。このように家計負債負担が、金融機関の健全性は毀損される可能性は低いが、消費余力は萎縮させる見通しだ。金券吸引は今後の景気萎縮を反映して、市中金利が下落する可能性も残っているが、物価負担やウォン、ドル為替レートの急騰などを勘案する際、国内通貨政策が緩和で急速に旋回しにくい状況とし、全体経済規模の 4%、消費の 8% に達する利子負担は来年も持続して消費余力を重く押すだろうと説明した。家計債務増加で金融危機は起きないが、ジンボルトはそれよりも家計債務増加がこのまま続けば、いつかはそれによって韓国経済が破綻する可能性を危惧している。家計債務の規模は6月末基準で、家計負債総額は1869兆ウォンとなっている。これが10月20日までなら1900兆ウォン超えてもおかしくない。なぜなら、ここ4ヶ月で急激な利上げが起きている。基準金利が 0.25% ポイント上昇するだけで、全体負債者の利子は約3兆3000億ウォン増えるという見方もある。そして、興味深いのは韓国の不動産購入者の38万世帯が金利上昇で、不動産を売っても借金を全て返済することができないという。家を売っても借金の方が多い。つまり、家を持ってても利息が払えず負債が増加。家を売っても借金が残る。しかも、今、売らないと不動産価値がどんどん下落する。まさにあり地獄だ。このような異常事態が来年はさらに悪化しているわけだ。はっきり言ってこれといった解決策はない。韓国は輸出低迷。企業は社債コスト上昇で、投資も減少。物価高、借金増加で、内需低迷。成長なき雇用で、そのうち雇用数も減少していくことだろう。成長なき雇用とは何かって？なんと、韓国の失業率は 2.5% で完全雇用らしい。ジンボルト、嘘つくのもいい加減にしろ。そんな完全雇用達成しているような経済状況じゃないだろうと、ツッコミがまず来ると思うが、実際、そう書いてあるのだから 2.5% なんだろう。引用を読んでおこうか。統計庁が18日に明らかにしたところによると、7から9月期の失業率は 2.5% で、1999年に関連統計の作成を初めてから四半期基準で最低値を記録した。これまでの最低だった昨年7から9月期と2013年10から12月期の 2.8% より 0.3 ポイント低くなった。これは事実上完全雇用水準だ。専門家らはインフレを刺激せず労働市場の需要と供給のバランスを維持する自然失業率を 3% 程度と見る。
なんと統計初めて過去最低という素晴らしい雇用率だ。ちなみに日本の雇用率も、同じ 2.5% である。つまり、韓国は完全雇用水準となっている。雇用は豊作と書いてあるのだからすごい。もっとも、雇用の内訳を見たら、何が完全雇用だ。詐欺じゃないかと思うだろう。だが、これは成長なき雇用らしい。ちなみに管理人は雇用なき成長という言葉は聞いたことあるが、成長なき雇用というのは初めて、聞いた。その理由は大きく分けて3つ。1、ムンジェイン大統領が、短期、高齢者のアルバイトを、低賃金で大量に雇った。2、コロナ禍でデリバリーサービスの、拡大で非正規雇用が増加。3、専用アプリの普及で、日雇い労働者の増加。1についてはムンの遺産だ。ムンジェイン政権では最低賃金を一度に引き上げたことで雇用が一気に減少した。だから、焦ったムン君は数字だけ見れば雇用が増加しているようにムン君マジックを見せた。それが大量の高齢者の短期アルバイトだ。もっとも、韓国では年金受給が日本の半分以下ということもあり、高齢者は年金だけで食べていけない。そのために公園の掃除や、ドブ掃除、大学の電気を消し忘れを、監視する。山火事監視など、誰でもできるユニークな雇用を、生み出していった。まるでボランティアのような仕事でも、金のない高齢者はやるしかない。そんな高齢者を税金で、雇い韓国の失業率はついに、2.5% の完全雇用を、達成できたわけだ。さすがレジェンド、経済の大天才であるムン君だ。それがユン政権でもまだ引き継がれてるわけだ。次に2だが、コロナ禍で企業は経済活動の実施を余儀なくされたわけだが、代わりにデリバリーサービスなどは大きく伸びた。チキンやデリバリーが人気とか。そして、それらは仕事がない若者にとっては救いの主だった。最低賃金も引き上げられたので、とりあえず、アルバイトをすれば最低限は生きていけるようになった。そして、3はコロナ禍で企業は正社員を増やさないが、急な仕事に臨時で仕事を受け持つ労働者を増加させた。要は忙しい時期だけ臨時に雇う。それが非雇い労働者である。しかも、専用アプリで登録しておけば、向こうが仕事を斡旋してくれて、働く敷居が楽になったこともあり、これも急拡大した。このように韓国では正社員や製造業の雇用など質の良い雇用は全く増えてないが、非正規雇用や短期雇用が増大。なんと、1週間の労働時間18時間未満の短期労働者が9月は251万人となった。15から29歳の青年層の先月の失業率は 6.1% らしいが、これも体感失業率ではないので、実際はもっと多いだろう。では、最後に専門家はどう見ているのか。専門家の 81.6% は成長なき雇用を、懸念すべき現象と見ている。73% は公共、高齢者、短期雇用の、増加など雇用の質の悪化が、懸念されると答えた。75.7% は正規職、労組に、偏った労働市場の二重構造が深まるだろうと見た。全経連のチュ・グアンホ経済本部長は経済成長の後押しがないまま雇用が持続して生まれるということは、低賃金、低熟練雇用が拡大しているという意味と説明した。完全雇用を達成しているのに、実際はムン君マジック効果が持続しているだけという。そして、成長なき雇用は当然、持続しないのでこれから雇用が、減少していくことは言うまでもない。ニュースは以上よ。霊夢、完全雇用はすごいのに、中身を見たらこれって。さすが、ムン君よね。彼の功績はあまりにも偉大すぎて、何人も彼に勝つことはできないわ。レジェンドという異名は伊達じゃないわよ。本当。どれだけの負の遺産を残したのか。
未だに全容解明どころか増えてるものな。最近は関電の莫大な負債が債券市場を凍りつかせたわね。大丈夫。まだまだあるはずよ。といったところでおしまいね。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てください。チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。